1年目井口がワールドシリーズまでやってきました。今日対戦は43歳のクレメンス。ワールドチャンピオンになるしかないんで、うん、あの最後の力振り絞って頑張りたいと思います。はい、リラックスしすぎたくらいですと話しています。2番セカンド、史上最多7個目のサイヤング賞獲得。あのクイック投球ができませんから、両投手でもそうですね。はい、両投手もそうなんですけど、はい、井口初のワールドシリーズ第一打席。今年のポストシーズンでの成績です。まっすぐです。エンズバーラン右に伸びがもう一つありません。最後三振で仕留めました。第1戦シカゴホワイトソックス5対3。